イカダツダムは、高知県高岡郡を地町所山、一級河川、二淀川水系二淀川に建設されたダム。所山ダムともいう。高さ25.5メートルの重力式、コンクリートダムで、四国電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、二淀川第三発電所に送水し、最大1万キロワットの電力を発生する。愛媛県から、 高知県へと流れる二淀川では、古くから愛媛県側を伊予鉄道電機が高知県側を高知県へにて、それぞれ水力発電所の建設を進めたことで一大電源地帯が形成されていた。これら二淀川の水力発電所は戦後になって四国電力が継承。同社は二淀川中流部において、 既存の二淀川発電所、海田発電所の下流に、二淀川第三発電所の建設を計画した。1955年に漁業を呼び、公共保障問題を解決させ、1956年5月1日に着工。現場はたびたび洪水に襲われ、仮設備のみならず作業員までもが、濁流の中に消えていった。こうした、 南高寺の中にあっても新工法の導入によって、後期の延伸は抑えられ、完成した、発電所は1958年8月9日に、運転を開始した。お地町役場前から仁淀川沿いに敷かれた、国道33号を上流に向かって進むと、イカダツダムに至る。イカダツダムに蓄えられた水は、仁淀川第三発電所に送水され、 最大1万キロワットの電力を発生した後、鎌枝の放水口から二淀川に放流される。この放水口の周辺は、アユの釣り場として有名である。二淀川第三発電所は、ダムの高さによって、落差を得る、ダム式の水力発電所であるが、その建屋をダムの付近で見つけることはできない。それもそのはず、発電所は、イカダツダムに内蔵されているからである。 これは、建屋建設に適した平地が、ダム周辺に見当たらなかったためで、コンピュータのない当時のこと、技術者たちは、手動計算機を用い、この奇抜なダムの設計を行った。二淀川第三発電所という名称から、二淀川第一第二発電所の存在が推測されるが、いずれも欠番である。かつてイカダツダムの上流には、 二淀川発電所が存在したが、大渡りダムの建設に伴い廃止され、大渡り発電所として生まれ変わった。大渡り発電所から二淀川第三発電所の中間にも、河江発電所があるのみで、二淀川第二発電所は存在しない。ありがとうございます。